オニアの、この、顔の周りの黒い、邪悪なオーラなんなのこれ。そういう悪いオーラが出てるようなもん。これ変えたらちょっと運気良くなるぞ、多分。なんか思想が出てるよ、これ。いやー、てか、ミャコさんなんだこれ <laughs>。ミャコさんの後ろなんだこれ。なんかすげーごちゃごちゃしてるな。なんかビックリマンみたいそう。なんか <laughs>、ビックリマンシールみたいになってるよね。 ポケモンシリールみたいなさ。確か SR だ、これ。ちょ、キラキラしてんな、ホログラム加工みたいな。うん、ちょっと昔こういうの集めてたな、俺。ポケモンシールみたいなやつ。てか、俺と布団ちゃんなんか同じ場所で撮ったみたいな画質だなこ俺。えいいな、なんか。なんか、老兵みたいで。老舗みたいでいいね、この感じ。ええ、お、中島ゆうきさんか。あ、俺知ってる。はい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 。と、どうあまねさんか。 すげえな。で、キスマイ FT2、宮田さん。てか、ユダピう上手すぎるだろう。多分、これ、オニ、オニアのとこにキスマイ宮田さんが入ってちょうどいいバランスで。で、あの、ユダピはもう、あの、神、神視点みたいな感じでさ。それで多分いいバランスになったと思うんだよ。えー、シンドアマネはまだ写真集出してる。やっぱりその、すごいよな。なんか、昔って、もう、そんな、声優ってもうアイドルと両立してるってもう、 昔じゃあんま考えられなかったんだよな。ほんと声に特化したみたいなところから、もう声だけじゃ、もう歌って踊れる声優じゃないとダメですよみたいな。時代が変わったな。